というわけで、今回はマロニエール TV スーパーレギュラー争奪3番勝負、レギュラーチーム、プライドトルーパーズチームに分かれて戦っていただきます。果たしてレギュラーを勝ち取るのはどちらのチームになるのか。さあ、それではまず最初の対決はキックベースでございます。よいしょ。さあ、キックベースはちっちゃい頃にやった経験ある方もいらっしゃると思いますが、どうですかキックベースの経験。全くないな。あ、ないのか。ベジタさんない。ない。野沢さんは小学生の時にちょっとやったぐらいかな、うん、あ、まあまあお遊びでね、うん、はい。じゃあプライドトルーパーズの皆さんは、我々は第11宇宙ではキックベースが今、うん、流行りに流行ってる。今流行ってる、ね、第11宇宙知らないやつはいないな。ちょっと遅れてる。プロリーグもあって。おお、プロリーグがある。俺の推しチームは11日本ハムファイターズ。え、日本ハムファイターズ。ジュチハムだ。ジュチハム。特大谷、特大谷両手。特大谷両手。両谷、特大谷。いやいや、もう大谷どっちがいいな。何をモニョモニョ言ってるか。やっぱちょっと似てるんですね、第7宇宙の。なんかあるの。似てる方がいらっしゃるんですね。夢がマリマリっていう番組で。夢がマリマリ。マリマリ来たね。モリモリじゃなくて。モリモリじゃなくて。全部古いんだよな。やっぱちょっと古いんだろうな。なんかこう地球のこっちよりも。だいぶ古いっす。我々が今日我々なんかキックベースで負けるわけがないだろう。パワーとかそういうのは自信があると。我々を誰だと思ってる。誰ですか。我らプライドトルーパー。おお、あれ、よろしくな。知らないでしょ。ギニュー特選隊だし、ポーズがギニュー特選隊だし、ゾイレはもう何もかも知らないでしょ。決まって、決まってはなかったですよ。ジャスティスポーズだ。ギニューだろ。ちなみに、4人中2人ほどちょっと視覚に問題がありそうな方がいらっしゃる。あ、まあ、大丈夫そうですか。大丈夫か。あ、お前だよ、お前ディスポだよ。あ、でも、180度ぐらい。あれ、本当か。後ろ見えるか。見えるか。あ、馬の視覚としたらですね。あ、そう、見えてる。350度。じゃあ、相当いいな。まあ、確かにね。はい。じゃあ、先行攻撃決めましょうか、とりあえず。はい。じゃんけんでいきましょう、じゃんけんで。じゃんけん担当は、うち、ベジータ。そういう担当あんの。こいつはこういうの逃げるからな。逃げる。普通にジャンケンしてもらえばいいんですよ。行くぞ。よし。最初はジャンケン。ビッグバンさん。ベジータ。殺さないで。一応メンバーですから。殺さないでもらえます。よし。はい。これで人数が減ったんだ。3対4だ。そうですね。勝手に減りました。勝手に減りました。3対4だ。いや、ちゃんと決めてください。先攻後攻。ジャンケンで。来てた。はい。いや、お願いしますね。はい。ジャスティスじゃんけん、じゃんけん、破壊。負けた。いや、負けたんだ。破壊したのに負けたんだ。チョキに破壊しきれんほどのチョキを。パーだったからね、一応ね。破壊しきれんほどのチョキをな。チョキだったんだ。確かにね。破壊をも覆すよ。破壊のパーが負けた。じゃあ、じゃあ、レギュラーチーム、先攻後攻どちらにしますか。先攻ってなんだ。どっち、蹴る方か。先に攻撃する。まあ、そうですね、蹴る方です。どっちがいいんだ。魔先攻で。いや、魔先攻。じゃあ、魔先攻で。私たちが魔高校。魔高校って知らないの。何魔高校。魔高法。魔高法。じゃあ、先攻レギュラーチーム。よし。先攻プライドトルーパーズチームでございます。よし。ということで、最初の対決はキックベースボール対決。ルールは基本的に野球と同じで、3アウトで攻守交代、3イニングで対決です。さあ、それでは試合開始したいと思いますが、皆さんポジション大丈夫ですね。プライドトルーパーズの皆さんは広いな。はい、結構ね、広いで、あの怪我だけしないように、割とガチの。ヤギ入ってきてないか。はい。え、ヤギ入ってきた。あれはヤギ、あれヤギ入ってきた。最終にあの入ってきたヤギか。そうですかね。なんか犬とか入ってきたよくあるけど。あるけど、あれはおそらくゾイレイさんですね。あれがゾイレイ。はい。で、ピッチャーがディスポさんで。ああ、大丈夫かあいつ。だって一番やべえんじゃねえの、視覚的に。そう、視覚大丈夫ですか。視覚、まあ、ちゃんと全体的には見えるけど、正面がやっぱ一番見やすいからここやってんだ。なるほど。いやいやいや、完璧な采配だ。両サイドに目ついてるはずなんだけど、前が一番なんか。大丈夫ということで、じゃあ先行のね、まずキッカーはヤムチャさんということで、よろしくお願いします。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこ見せてやるぞ。遠いからね、ゾイレ遠いからね、一番ね。なんだって。もういいのか。もういい、もういいわ。じゃあ、それでは試合開始してください。お願いします。よし、お前ら、エネルギーボールを待って。ジャスティス、ジャスティス、ジャスティス。
唯一だよ。掛け声あるんだ。あるみたいですね、掛け声が。まずはノージャスティスだ。ノージャスティス。ノージャスティス。行くぞ。行くぜ。あ、来い。いた。さあ、早期弾を。あ、いける。やりやすいの。おー結構うわーあーうまいあうまいおいあなんでナイスジレジレいいぞジレナイスやりやすいのうわーおー結構うわーワンジャスティスはワンジャスティスだってことでヤムチャあれちょっとヤムチャさんこれみんなしじれんのプラトーンプラトーンよくわかったなよくやったぞわかんなかったプラトーンじゃあ2番手は野沢さんということでもちろんオーラが決めてやれカカロット頼んだぞさあちょっといきなりねワンアウト取られちゃいましたねそうすまないまずルイ出たいですねさあワンジャスティスだワンジャスティスワンジャスティスまあ警戒はしてますねワンジャスティスワンジャスティスワンジャスティスよし行くぞ孫悟空はいさあどうなることやらいけよいしょーおーだおーだ結構飛んだ結構飛んだカルトいけるかいけるかいけるかさあ2塁まで遠いからね2塁まで遠いからね2塁遠いけるか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 2塁までいけるかいけるいけるおこれいけるじゃないこれいけるぞあダメかダメかあおナイスハンダナイスハンダよし次決めれば1点は確実だ次は俺様かナッパここでナッパさん見せてやれ大丈夫任せとけ野沢さんもね返してあげたいよナイスナイスキッキングナッパ頼むぞおお動けるサイヤ人ってとこを見せてやれさあ見せれるのかナッパさん自分どんまいおつくなったいよいよ本番ってわけだ聞こえてますから大丈夫ですよなんならピンマイクで拾ってますからワンジャスティスオッケータッチアップジャスティスあるから気をつけてタッチアップジャスティス全部ジャスティスつけりゃいいと思うけどいるわさあどうかなナッパさんよいしょおいぞやばい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 打ち上げちまった打ち上げちまったあれさあさあさあナイスもジレンコミカルじゃないか取ったぞナイスカルさツージャスティス、ツージャスティス、やった強いぞ。ツージャスティスということで、ツーアウトですね。ツージャスティスだ。はい。避けないやつだね。これ3、やべえなベジータ。さあということでベジータさんですねこちら。フィニッシュを決めるのはこの俺だ。さあ確実にフィニッシュのベジータ。お前らベジータだ前行け前。あ、なめられてます。おいベジータなめられてますよ。で、ゾイレもっと前。あんな届くわけないから。いいさあ、いけるのかベジータさんの攻撃 行くぞベジータに頼ることになるよしよしよしいい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 さあ、どうぞどうぞトイレオッケーオッケーオッケーよしさあ、1点ですレギュラーチーム1点、そしてベジータさんが1塁よし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 いや、直前で加減したんですねそうだ俺はもう蹴る前に、あ、ダメだと思った誰しもがダメだと思ったんですけど蹴るな仕方ない、仕方ないさあ、2巡目でございますね遠いな、これいい本当にあそこ踏んだらワンジャスティスだオッケーよし、転がったら回っちゃうこっち、行くぞ来いあー、来い来い来いよいしょ、さあどうだろうよいしょいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないこれはいいんじゃない最高あーさあさあやばいなやばいなさあベジータさんの巨乳走りが巨乳走りが炸裂する巨乳走りさあさあやばい満塁だ満塁ですよこれめっちゃ満塁だおーやばい早いなさあここで野沢さん回ってくんのが早いだって4人しかいませんからね回るの早い回ってくんのジレン来るぞジレンまだ気をつけろよそっちもよしこっちは任せろさあここでガッツリね得点を稼いでおきたいところでありますがこれです全てが変わるさあ、バーナックに扮してこの惑星ベジータの運命そしてカカロットの運命このオーラの運命もさあどうでしょうかこれで最後だおーやったナイスジレンさあどうでしょうかこれで最後ださあ、結果
角の満塁でチャンスだったんですが、ここでフリージャスティスということで、フリージャスティス、くそー、よし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 、さあチェンジでございますね。よし、結構ねポジションも良かったのか、ジレンさん運動神経良さそうですね。確かに、ポジショニングいいよ、ポジションがいいですね、ジレンさん。いや危なかったな。さあということで、1回の表は1回一応ね1点割りベジータ情けないやった。割りかなりちょっとスタミナ消費してますね皆さんね。早い、確かにね、回ってくるのも早いですし、距離も結構あるんでね。さあそれでは1回の裏に参りたいと思いますが、ポジショニングは皆さん大丈夫ですかね、その位置で。いいだろう、大丈夫だ。さあじゃあベジータさんがピッチャーですね。そうだ、はい、球のコントロール自信があるということなんで、さあ結構野沢さんのねポジションは結構球が行きやすいので、そうここ来るよな。そうですね、ここ来るんだよ。やっぱ右利きの方が多いので、そっちにね飛ぶ確率が多いと思いますが、はい。さあそれではプライドドルバーズの皆さんはまず先行キッカーは誰にしますか。1点を取り込み、1点を取り込み、ああではまず切り込み隊長である私が行こう。お、ディスコさんが、いや、ちょっと待って、私が行こう。お、トッポさん、いや、俺が行く。どうぞどうぞどうぞ。いや、俺なんかい。ガチョウクラブの流れですね。はい、え、トイレさん知らないから、あのちゃんと教えといてもらいます。もうちょい、はい、遅かったぞ、遅かったぞ、はい、よろしくね、うん、いや、それしか言えないのかよ、感じとるよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、どうするか。あ、じゃあ、ディスコさんが、はい、切り込み、足で稼げ、足で、オッケー。一応ね、あのレギュラーチーム今1点ね取っておりますんで、はい、1点は取りたいな。まあ、なんとか先ほどね、あの同点にして、そこから、そうだ、はい、さあ、それでは参りましょうか、お願いします。バッター俊足だよ。はっくだ、俊足のディスコ弾けて混ざれ。さあどうだ、お、いいところ、あ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 、よし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 。ベジータさん、なんだベジータ狙いだ、ベジータさん、ヨットのボールだろう。いやいや、違う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 、距離的にもやられた、足を生かされた。さあまず一塁にね行きました、ディスコさん。まあこんなものはな。続いてトッポさんが破壊してこい、はい、トッポキッカーということで、破壊だけやめてくださいね。盗塁に気をつけようぜ。2番手が相手か。おいディスコ、あお、なんか、あ、ああ、あ、ジャスティス、うん、いや分かってる、本当に伝わってねえ。何の合図だったの今。伝わってねえだろ、ジャスティス。さあ来いベスイト。いいだろう、はあ。これでも飛ばしそうだな。ベジータ、おだちょっと待って、おそこだ、おい投げ方よ、ベジータさんの投げ方よ、セーフティージャスティス。じゃ今の、おい、はい、こいつはファールじゃん。一応蹴ってそのワンバウンドのところが線より内側だったらフェアなんで。何、はい、セーフティージャスティス成功。セーフティージャスティス、完全にこうちょっとベジータさん狙いで行かれてますね、これで。まさかの、はい、ちょっとなんか向こうなんか戦略的に俺が行く、はい、出るわ。さあそしてここでジレンさん投げた、投げた、出る、あの飛ばしてこねえよ。出てよし、ジレン行ってやれ。あとベジータ結構ボール鬼だよな。さあジレンさんね結構ね結構厳しい球投げてくるんだな。行くぞ、ディスポの球打ちやすかった。はっ、すげえ、おお、うわぁ、やばいやばい、やばい、これやばい、これはやばい、やばい、やばい、やばい。さあどうだ、まず1点、ホームに行け、ホームに行け、ベジータホームに、やばいやばい、入っちゃう、やばいやばいやばい、入っちゃう、やばいやばい。さあ2点、2点ゲットでございます。ジャスティス、ジャスティス。さあブライドトルーパー、おい、うるわ。さあジレンがおちょくっている。ナイスナイス、ジレンが行くぞ行くぞと。さあ2点取りましたね、やべえ。そしてまだノーアウトですからね。うそ、そうだ、ゾイレ、はい、ゾイレ行ってやる、まあ、やらせてね、はい、もう分かったよ、ゾイレは。俺が言いたくてお前待ってたぞ、ゾイレ。ここチャンスっぽいですよ、ゾイレさん。これみんなかなり前に。そうだな、さあ前や、前と前でいいんじゃないか。チャンスはゾイレ、俺もなんか蹴り。あれ足がもう、ね、未知ですからね、ゾイレの力は。足、あ、ずるい。おお、おっと、こっち。あ、オッケー、オッケー。いいぞ、いいぞ。あ、いいぞ。ナイス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 
よいしょ、危ない危ない危ない、あっ、あっと、これはいけたんじゃない、よしよし、さあ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 、そして、そして、ゾイレイが間に合わない、ゾイレイが間に合わない、送った送った、さあ、なんとなんといいぞ、ディスポ4点目でございます。4点だと4点、今何アウト、今1アウトの4点です、1アウトまだやばいな、あと2アウトですよ、苦しいんだよこれ、破壊してやる、破壊式年ほどの弾を食らしてやる、パーク、よいしょー、よし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 、さあベジタさん抜けていく、さあこれは間に合わない、これは間に合わなかった、ナイスだ、よし、もう休ませんぞ休ませんぞ、どんどん行くぞ、やばい、よし休ませんぞ、さあさあ、あと2アウトですからね、頑張ってください、やばいやばい、よいしょー、それそれそれ、どうだどうだ、よしよし、いいぞヤムチャ、よしよしよし、さあまず2アウト、ナイスヤムチャ、2アウトだ、2ダステス、よし、行くぞ、よーし、よーし、さあ、あー、オッケー、さあ、さあ、さあ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、オッケー、オッケー、いや、オッケー、オッケー、よし、いや、これは三塁、二塁じゃなかったかな、投げたの、よし、あっちか、あっち行くか、こっちだったかもな、手であっち行くな、俺、おい、くそ、さあ、あとワンアウトですからね、頑張ってください、レギュラーチーム、頼んだ、よいしょ、いや、これ、これだ、はい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 、ヤムチャの好プレーに救われたレギュラーチーム、1回を終えて4対1でプライドトルーパーズチームがリード、ここからレギュラーチームの巻き返しなるか、ドイレ大丈夫か、ドイレさあ、おっと、どうだ、どうだ、あー、ぶち上がったんじゃないよ、太陽系もフライディーだ、ベジータ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 、いけ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 い